はい、バレーボー TV です。今回はバレー全く初めてさんに向けてバレーの始め方と用意するものについて動画撮っていきたいと思います。今日はスキー場に来て動画を撮っています。まずバレー全く初心者さんどうやって始めるかっていうと、まあ、一番いいのは近いお教室に通われることが一番いいかなと思います。それでお教室によってクラスがいろいろあると思うんですけど、まずは一番優しめのクラスを紹介してもらってそのクラスを選ばれるといいと思います。あとはこういう風に YouTube バレーママ TV の YouTube なんかを見て、まずは雰囲気とか足のポジションとかどんなのがあるかなっていうのを見ながら始めてみるっていうのももちろんいいと思います。はい、そしてバレーを始めるときに必要なもの、準備しておくといいものを紹介します。まずはバレーシューズです。バレーっていうとトーシューズですね、つま先で立つ硬い靴をイメージする方いっぱいいると思うんですけど、実はその硬い靴、トーシューズを履けるのは結構年数が経って体がバレー仕様に出来上がってからじゃないとああいう靴は履けないので、まず初心者さんはふにゃふにゃの柔らかいバレーシューズっていうのを、はい、用意しましょう。そしてこのバレーシューズを履くときに、まあ、靴下でもいいんですけど、私のおすすめはやっぱりこういう風にピンクタイツを履かれるのをおすすめします。こういうタイツだと普通のタイツ、ストッキングよりは分厚くて伸縮性もあるので、やっぱりバレーをするときにはすごく向いています。で、黒のものでもいいんですけど、バレーシューズと足が馴染んで、色味が馴染んで足が綺麗に長く見えるので、こういう感じのピンクタイツを準備するといいと思います。あとはバレーウェアになるんですけども、レオタード、こういう感じのもの、はい、を用意してください。そしてレオタードとピンクタイツだけだとまあ、ちょっと恥ずかしいかなと思うので、こんな感じのパンツタイプのものが初心者さんにはいいかなと思います。巻きスカートのタイプもあるんですけど、足を上げた時に、まあ、ちょっとお股とかお尻の辺とかちょっとこうリアルに見えちゃうので、私は初心者さんにおすすめなのはパンツタイプのものの方が、まあ、気にならずにレッスンに集中できるんじゃないかなと思いますので、こちらです。はい、そして、まあ、T シャツですね。バレーのレオタード結構ぴったりしててお胸も、まあ、ラインが見えやすいので、ちょっと恥ずかしいなという方もいると思います。こういう風に T シャツがあると便利です。もちろん普通に売ってるものでもバレー用のものじゃなくてもいいんですけど、バレー用のものだと結構薄手で伸びが良かったりするので、まあ、そういうのも1個あるといいんじゃないかなと思います。まずはこれだけ揃っていればもう全然できるんですけども、あとプラスアルファこの辺あると便利だしいいよっていうものがあって、一つ目はレッグウォーマーです。はい、バレー用のレッグウォーマーはダボダボになりすぎずに動きやすいピタッとしたタイプのもの、そして暖かいっていうタイプのものがありますので、普段しない動きをするときはやっぱり捻挫とか気をつけたいので、しっかり体を冷やさないためにもこういう風なレッグウォーマー1個持っておくといいんじゃないかなと思います。そしてあとは袖がないタイプでハイネックになったベストのダウンです。これはなんかユニクロさんとかでも売ってて私もよく着てるんですけど、これは腕の部分がないので動きやすくてレッスンの邪魔にもなんないですし、ウォームアップから、まあ、プリエ30ぐらいまでの着たままでも全然問題ないんじゃないかなと思います。今こういう風に寒い冬なので、特に軽くて動きやすいこういうベストのダウンとか私はすごくおすすめです。はい、そしてもう一つは足の裏をコロコロしてマッサージするようなこういうグッズです。私も前に動画で説明しましたが、こういうのが一つあると自分ではなかなかほぐしにくい場所だったり足裏とかを効率よくほぐせて怪我防止にもなるので、一つあるといいんじゃないかなと思います。そして最後は何といってもやっぱり楽しむ心となりきる心、この2つがあればもう完璧ですので、ぜひ皆さんバレー始められてみてください。はい、今紹介したようなものはチャコットとかバレー専門のお店でもありますし、インターネットでも最近は手に入りますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私がおすすめのものも概要欄に載せておきますので、ぜひ参考にしてください。はい、これからバレーを始めてみたい
ないっていう方で、こんなことどうだろうとかわからないよっていうものがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。また動画を作って皆さんにお伝えしたいと思います。それではこの動画が少しでも面白かったな、参考になったなっていう方は、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん暖かくして風邪ひかないようにしてね。終わりましたら